どうも全力絶叫 YouTuber ビーモリです。大チャンネルです。あれいつものあれはペルドーモは、ペルドーモちょっとあの出てないからいいかなと思って。ペルドモがオリックスに行くみたいな話もあったしね。なんかね、ペルドモに乗り換えたみたいな ね、俺が次からペルドーモペルドーモ出しまして言うかもしれんからね。何しげてるということで、今日はね東京ドームアジアチャンピオンシップ、はい、侍ジャパン日本代表 VS 韓国代表、これも因縁対決ですよ。そうですね、もうライバル国ですからね、はい、こちらちょっとね今日ライトスタンドで全力で応援しに来たんやと。行きましょう。この2人で侍ジャパンの試合見に行くのは初めて。初っすね。あのチェコの試合は行ったけどWBC チェコオーストラリアね、侍のライトスタンド初めて、はい、シーツチェーシーですね。今日はもうチェーシーおらんからいいね。カメラ回ってないところなんか台湾で体力使い果たしたみたいな。ああね、そういうの聞いたんですけど大丈夫ですかね。いやいや俺は日本人やぞ、日本人ですよ僕は。いやもうこれ日本の誇りを持ってね、まあ、WBC ね本当に感動させてもらいましたけど、まあ、今日は若手たち将来の侍ジャパン、うん、WBC 戦っていく未来のあるメンツしっかりと結果を残してもらってね。ちょっと脱いでもいいですか。お、ロッテブラ様背番号1番翔太藤原、藤原翔太ですね。まあね、推しの選手もそれぞれいいと思うんで、はい、全力で応援しましょう。フルレテムレ、揺れてるね、揺れてるね。意外と可愛いやん。誰かおるぞ。達治、達治ちゃん、あれ茶スローやん。いやホームラン打たれてるやんけ。取れよ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 、内野に取らせんだ内野に。人気出てきたよ。なんでスローやん。世代を遠く忘れ、打ち切れ、ゴ
フルスイング下げろ森下ガッと押せ森下さすがオリックスから打った男やマジであの応援歌ドラマまさかここでも会えるとは。はい、でも吉メグ。なんで今日メガネなの？いや、なんかモレルの推しメンがメガネかけてるの見たから。お。今日メガネっ子です。台湾の推しメン、あのチアの推しメンが。なんだっけ、あの可愛いね。いや、まあでも吉メグの方が可愛い。はい、すいません。アンダー24。山口選手も履いてもおかしくないんやけど。いや、ほんとそう。あの、結局選ばれなかったね。歌いたかったね。ということで、山口選手は今日選ばれてませんが、一緒にね、今日は。その歌いたいです。ラララララララ山口ブー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 ラララララヨシメグヨシメグおい横山来た横山よかった横山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 吉田横山すごいな死ぬあんたお大丈夫か横山を信じましょうもう多分明日くじばれてるで。いや行きたいっす普通に。レフト並ばってると思うけどな。今日見ても余ってますね。ああ明日どういうことやんの。頼むで田口ほんま
普通に1点差でヤバい試合展開ないでごめんな、あの平野劇場で鍛えられてるこっちからしたら別にそんな今怖くない、へでもない、へでもない、平野劇場に比べたらもう全然そんな、こっからランナー2人出してからやってくるジャパンビクリーハートだから僕たちに野球場へ行こう、バンザイバンザイ、日本日本始まったね、なんかあ、注意された、注意されたわ、あかんねや、権利的な問題があるんでしょうね、いろいろ怒られるぞ、これということで、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやー、今日侍ジャパンね、なんとか結構危ない試合ではあったけど、いやー 2-1 っていう、そうそう、余裕ぶっこいてたけど、なんやかんや結構接戦やから、はい、9回の表の田口投手ね、まあうちのロッテで言ったらもう、ま、マスだよ、平野吉さんに比べたら全然まだまだ全然、それはそれはそれは、なんとかね侍ジャパン勝ってこれ2連勝、はい、まあ明日のオーストラリア戦、まあ勝っても負けても多分決勝にはいけると思うんで、はい、まあ、それよりもまずね、この侍ジャパンのこの国際大会ならではのこの雰囲気というか、韓国の応援もしたいけど、やっぱそこをね今回やっぱ楽しみたかなと、まあ WBC もね行ってきましたけど、やっぱ、はい、な国際大会にしかない良さがあるのかなと思いましたね、うん、やカープのスクワット応援とか、そうですね、まあ、もう全球団でスクワット応援ができるって幸せなもんですよね、そうそうそう、藤原選手は出なかったけどね、明日、うん、明日デーゲームやから多分出るんじゃない、ナイターデーやから、今日がダメなら明日がある、まあ、この11月末になりましたが、それでもここまでね野球を楽しませてくれてるこの侍ジャパンの選手たちに本当に感謝、感謝です、野球ってええなー。